いや、本当に自分でもこれ書いててあざといなと思ってます <laughs> <laughs> 私チョコレートが大好きなのであざといですねもうもちょっとあざといのになっちゃったかなあ<れ>と思ったんですけどとりしてゲストの皆さんにとってここだけは譲れない自分だけのエゴは何なのかというのをです、ね、事前にフリップにお書きいただきましたのでここで発表いただきたいと思います。ははい、えー、とと私はちょっと えそうですねあの恥ずかしいではあるんですけどもちょっと事実なのでいませいらしい回答いや本当に自分でもこれ書いててあざといなと思ってた <laughs> <laughs> いやでもあのじも事実なのであのそうですねその日の終わりに僕あのお酒よりもちょっと甘いもののがすごく好きなので、うん、食後その日の終わりに甘いものを食べないとその日のちょっとこういろんな 起きた出来事のリセットができないというか。<ー>なんか、そこにプラス、そのコーヒーを飲んで落ち着く、みたいなことを、まあ、マストでやってますね。一番おすすめの最後のデザートは何なんですか？ 私チョコレートが大好きなので、基本的にはチョコケーキが大好きなので、はい、チョコケーキですね。はい、あざといですね。<laughs> すみません今、それ誘導しましたよね。で <laughs>、うん、はい、はい、では続いて、スカイハイさん、お願いします、はい。はい、僕もちょっとあざといのになっちゃったかなと<れ>思ったんですけど。はい、えー、温度より湿度。<laughs> いや全然違うね。サウナですね。うん、サウナです。<な>はい。<laughs> これはどういう意味なんですか。あのー、サウナは好きなんですけど。 高い温度がいいのではなくて適切な湿度のものだから湿度にこだわりたいというかうはいどのぐらいの湿度がおすすめなんですか大体プリメあ <laughs> 結構汗かくなーって思うもう入った瞬間に割とジメッとしてるなって思うぐらいの、はい、なんかあの 90度で高いみたいなので暑いっていうことではなくて80度とかですごく汗をかけるっていうところがあの良いサウナであるっていうところに関しては一抹のこだわりを持っていますしそこを怪我されることはやはり許されない怪我するすことはないと思う <laughs> 怪我すことはないと思うでも本当にあのそうですね、うん、じゃあたっぷり汗をかいて湿度が高いところで、はい、サウナは整うっていうところが。はいはい 英語なんですね。そうですね。はい。<laughs> ありがとうございます。<laughs>